セメンパダン FC はインドネシア、西スマトラ州のパダンに本拠地を置くプロサッカークラブである。セメンパダンは2013年現在、国内最上位リーグであるインドネシアプレミアリーグに参戦している。クラブは1980年11月30日に創設された。クラブ名のセメンはインドネシア語でセメントを表す単語であり、メインスポンサーが 地元のセメント会社であることに由来している。セメンパダンはインドネシア最古のセメント会社 PT セメンパダンが保有するプロサッカークラブである。このサッカークラブは西スマトラ州のパダンに本拠地を置いている。チームの愛称はカバウシラーである。リーガインドネシアができる以前はセメンパダンはプロサッカークラブとしてガラタマと呼ばれるセミプロリーグに参加していた。 1992年には、デリフヤドリの決勝ゴールにより、ピアラガラタマでクラブ初タイトルを獲得した。AFC 国際大会発参加となった、アジアカップビーナーズカップ1993-94では準々決勝にまで進出した。ハジアグスサリムスタジアムセメンパダンは、現在1万5000人収容のスタジアムを本拠地としている。このスタジアムの名前は、 ハジアグスサリムスタジアムであり、地元出身でインドネシアのイスラム改革主義運動に大きな貢献を果たした国民的英雄、アグスサリムからスタジアム名が取られている。セメンパダンのサポーターは、ウラン・アワクと呼ばれる。しかし、2001年以降、セメンパダンにはザクマー・エスと呼ばれる熱狂的なサポーター集団のファンクラブができた。その後、セメンパダンに、 スパルタクスと呼ばれる二つ目のサポーターファンクラブができた。その他、クマースニタやユニスパートックスワス1980などができ、彼らは競うようにクラブのサポートを続けている。セメンパダンは国内の同じリーグに所属するシュリービジャヤとライバル関係にある。この二クラブ間の対戦は通常ダービーからしくと呼ばれる。また、同じスマトラ島に本拠地を置くことから、 スマトラダービーとも呼ばれる。ありがとうございます。